こんにちは、安藤修です。今回はコンバインドプレーン理論に基づいたアイアンショット上達のポイントについてレッスンしていきます。安藤修、1960年10月生まれ。立教大学卒業後、研修生を経て PGA A 級ティーチングプロの資格を取得。ティーチングプロとして活躍する傍ら、独自のスイング理論研究のため筑波大学大学院体育研究科に入学。そこで生まれたコンバインドプレーン理論がワールドサイエンティフィックコングレスオブゴルフなど世界各国の学会において大きな反響を得る。現在、日本で初めての体育会系博士号を持つティーチングプロとして多くのアマチュアを指導している。コンバインドプレーン理論というのはもともとスイングを指導する上でどういった、スイングを指導するかという目標像を探すというところが原点だったんです。ゴルフスイングっていうのは、長い、歴史の中でずっと見ていくと少しずつこう変わってきてるんですね。それではコンバインドプレーン理論に基づくアイアンショットの基本について説明していきます。ここではクラブを正しく動かすために最低限守っていただきたいグリップのポイントを3つ説明します。そこから上半身を前傾させ、腕が地面に対して垂直になる状態を作ります。そしてクラブが地面につくように膝を軽く曲げます。スコアアップを目指すにはアイアンショットの精度を上げることが大切です。皆さんもこのゴルフトゥデイ別冊レッスンムック&DVD を参考にスコアアップを目指してください。